折り返しでセルト、うまい、3点目、たまった松山がゴールを決めまして、松山の J1 初ゴールになりました。ヴィッセル神戸3対0。いやー、これも見事な得点でしたよね。さあ、今の一連流れです。木原がつないで、そして松下からの柔らかいボール、もう合わせるだけでしたもんね。そうですね。